ちょっとでかい部屋とかあったら。こんにちは、ひまひまです。今回はですね、今日はですね、今日から北海道に旅に出ました。イエイ、旅行です。で、北海道に3泊4日で来たということなんですけども、今日はなんと、その3泊4日は、旭川、札幌みたいないろんなとこ行くんですよ。なので、ちょっとその1泊1泊ホテルが違うということで、3個のホテルを紹介していきたいと思います。イエイと待ってます。で、今日は1日目なので、旭川にいます。なので、旭川のホテル行ってみましょう。レッツゴー。でちなみに明日は富良野、3日目が札幌に行きます。札幌は去年も行きました。去年は小樽と札幌と、まあ、そこら辺東屋湖ね。東屋湖で今回泊まるお世話になる1715さんです。見て、まるで可愛い。どうぞ。いい？はい。あ、いいやん。いいやん。こう、ベッドの置き方がすごいわ。まあ、これが頑張って置いたんだろうね。ね。これね。だろうね。これを頑張って。はい、どうですか？いい。まあね、3人。だとね、なかなかこうないんですよ、部屋がね。あの今回はお兄ちゃん大学受験なんですけど来れないんですよね。でもやっぱぜひとも来てほしいということで札幌に来るんですよ。なので4人部屋です。その時はで、あとテレビだね。じゃあ、お荷物。お荷物、あ、どうもありがとうございます。まあ広くはないけどね。まあいいんじゃないですか、うん、でもさ、この辺密着するのもなかなかさ、楽しいと思うよ。そうだね、まあとりあえず寝て普通に寝れるだけ、寝れるから平気よ。あとライブができればね。そうだね、はい、ライブ見たの、7階7階の景色をちょっと見てみましょうか。高いあのね、すごい旭川も都会なんですよ。はい、こんな感じです。高いじゃん、旭川。お世話になります。今日はどこで寝ようかな。こんな感じです。始まりいいよね。これは見てみよう。ね、跳ねちゃうから、うん、パパ腰悪くするでしょ。そうだね。こっちも跳ね。やべえ、あそこな。え、やっぱここにする。そこ。うん。はい、お世話になります。見ます。いいじゃん。この辺が。これ見てよ。こんなんですね。はい。おお、いいね。じゃあちょっとお風呂と。はい。そして次、はい、じゃあ。なんか。いつも泊まるとこってこんな感じなんですか。まあユニットバスね。まあなんてことはないユニットバスですね。はい、はい、そうですね。でもすごい7階だから高いね。そうだね。ホテルクレセントっていうホテルですね。はい、はい、ホテルクレセント、ここに入ってます。はい、というわけで1泊目のホテルはここで泊まります。また2日目の明日のホテルをお楽しみに。今も楽しみにしておきます。バイバイ。いつも YouTube 見てるありがとうございます。ひまちゃん何歳ですか。はい、11歳です。はい、でも今年で12歳になります。はい、みんな今コメントをしてくれたらひまひまチャンネルにコメントが出るからガンガンコメントしてね。はい、皆さんありがとう。ママさん好きって言ってくれてありがとうございます。あの最近はこのカメラで撮っております。はい、こんな感じで本当はこれだけなんですけど、これもつけます。うわ、というわけでですね、2泊目のホテルに着きました。で、今日は北海道2日目なんですけども、こちらです。こちらのホテルベルヒルズというところに泊まります。で、ちょっと今日は外見から撮ってみました。こちらは北海道のですね、富良野市ですね。富良野、はい、富良野、富良野です。なんかおしゃれな、なんか作りじゃない。うん、ね、はい、で、昨日は旭川で、今日がマフラーなので、明日が札幌なので、明日は札幌のホテルを撮りたいと思うんですけど、早速中に行ってみましょう。お部屋へ、レッツゴー。どんなホテルかね。全然想像つかない。じゃあ、バイバイ。6時
ども。はい、こちらロビーかな。ロビーの。あと虫がいるから窓は開けないでくださいね。あ、はい、OK しました。これ4階。はい、4階です。ご飯は1階。昨日は7階でした。今日っていう感じです。今日はだから卓球コーナーです。ほら。そうですね。はい、じゃあちょっとパパがまず先入って。はい。はい、早く行こう。よろしいですよ。わあ。いや。広いね。昨日より広いね。はい、ということで全貌は。見て。ここから次、昨日より全然広いですね。おー、いいですね、昨日より。はい。ナイスなお部屋で。ナイス。いいですね、今日は広々としてますね。めちゃめちゃ綺麗やん。最高。ちょっとここ行ってみてね。ここはまあ普通に一緒だろうね。はい。はい。おー、いいですね。ね、いいね、いいね。見てください。横。ああ、横向きね。まあ、お風呂は別にあるから。ああ ね。大浴場。はい、大浴場。すごくいいですね。どうぞじゃあ。すごく広い。いいね。とにかく。ああ、いいですね。よかった。景色見ましょう。ちょっと工事中。あ。プラノって書いてある。はい、いいね、はい。いいですね。たくさん3人用のお部屋なんだね。そう、トリプルのお部屋ですね。はい、ありがとうございます。よかったよかった、いいホテル。よかった。ね、はい、こんな感じ。ちょっと設備。じゃあまず冷蔵庫は、はい。お、冷えてます。はい、からですね。氷のやつ。はい。で、ここは、はい。1階に大浴場。タオルはお部屋のもの。はいはい。お部屋のもの。それはまあこれ。うん、ですね、すごくいいですね。ね、いい、広。はい、じゃあ。あ、これある。あ、出た、そのパズル。前無理だったやつ。これなんだ。これどこでやったんだっけ？青森。あ、青森か。これむずいんですよね。ということで頑張ります。はい、では2日目のお部屋はこんな感じでした。もし卓球とかやるんだったらホテル。はい、あの散策してみましょう。はい、はい、じゃあ3日目のお部屋楽しみにしててください。じゃあまたね。バイキングなんですけど見てくださいね。ここあったんですよね。ジンギスカンもあった。よかったね、うん、食べたかったんだもんね。本当はジンギスカン食べるはずだったんだけど、そう、パブコンカレー夜ご飯があるって知ってこれいい、食べて。はい、どうぞ。ジンギスカン食べたい。なんかわかる。うん、うん、うん、臭みがない。プリプリ、おいしい。うん、サーモンもおいしい。すごいおいしいです。ここね、玉ねぎ、焼きそば、焼きそば。ひまひま弱っ。次は、お、行ってきた。でってれー。で、しかし続けて頑張ってみてよ。あお、続いて。お、続いた。うまくいっちゃった。はい。
きやひまちゃんの というわけで、3泊目です。今日は兄ちゃんもいますが、映らないそうです。で、今日はですね、札幌ビューホテルというホテルに泊まります。で、今日なんと15階の中の11階でございます。だね。で、大通公園の見える部屋らしいです。行ってみましょう。何番なん？1109です。なので、こっちですね。ここだ。目の前吹き抜けがすごいですね。このホテルがめちゃくちゃおしゃれ。すごいですよ、ここは。ちょっと去年も泊まったよね。ただ、ここだけしか見ない方がいい。部屋から見た方がいい。え？部屋から見た方がいい。そうですね。で、ここはこんな感じなんですけど、去年もここのホテルに泊まりました。で、その時は4階とかそんな感じだったね。で、どうぞどうぞ入ってください。はい、じゃあちょっと中で待ってますよ。はい、じゃあ開けるね。はい、どうぞ。はい、どうぞ。いきます。え、広っ。いや、ここにもう一つあるのでオープンしてください。うお、なにこれ。あ、ソファーがベッドになってるんだ。広っ。こんな感じ。うわ、4人部屋だから広いです、ね。広、まあ、2部屋分みたいなぐらいだよね。うん、わお、これ広。端っこから見てみましょう。歩く面積があるもん。こんな感じです。で、おお、そして景色、わお、大通公園もうすぐ横です。時計台見えない。時計台はあの辺かな、あっちかな。ちょっと見えないね、もうビルがやっぱ多いから。すごい、ちょっと待って、すごい、ここ見るよ。ちょっと山が。で、ここにあるんですね、テーブルと、テーブルと、はい、はい、これテーブルとソファーですね。で、ここには冷蔵庫と、うんうんうん、こんな感じですね。はい、でここにはこの鏡とか玄関、そう、ここね、ちょっと玄関になってますね。んで、はい、なんか、ま、真ん中にこれがあるんだね。そう、思った。来て来て、ういで、これ、ここは、はい、ここにもちょっとテーブルとこありますよね。ここにはまあこうありますよね。うんうんうん、ほうほう、こんな感じです。あ、はい、ここに収納と。あ、今回トイレと一緒なんだ。あ、一緒ですね。前は違かったよね。そうだね、別だったの。はい、こんな感じです。はい、こんな感じね。よきって感じです。はい、すごく広い今回は。今回さすが4人部屋って、うわー、ここのベッドいいな。初めてだね、4人部屋は。うん、なるほど。だからそっちに本当はソファーとテーブルとかがあって、あって、で本当はね、ここにそのリビングスペースとベッドっていうところをベッドになってるね。はい、でも広い。広い。ほんと広いです、さすがに。わあ。というわけで、はい、今回はですね、北海道の3日分のホテルを撮ってみました。一番やっぱ福岡県ですね。そうですね。はい、広くて。すごいね、よくて、ここが一番広くて、で、昨日のやつが2番目ね、って感じですね。だから、だんだんね、トントントンって。そうだね。だんだん広くなってきました。はい、というわけで、はい、もし今度がよかったら、ぜひチャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。皆さん、バイバーイ。